オリーブ栽培家堤雄也。小豆島の大地が育むオリーブオイルは世界基準のフィールドを目指す。世界に新しい風を吹かせる人、私たちはこう呼ぶ。世界人はグローバルワークの提供でお送りします。本当に子供の成長を見守るみたいなところはあるかもわかんないですね。なんか自分の息子とか子供みたいなもんなんで、だからよく人に言うときにオリーブじゃなくて僕オリーブちゃんって言うんですよ親バカです、親バカ大阪で生まれ育ったんですけど、大学を卒業して建設機械の販売の専門商社に勤めてました。商社っていうのは作られたものをお客さんに販売するっていうものだったんで、いつか何か自分で作ったものをお客さんに販売して喜んでもらえたらなっていうのはずっと思ってました。まあ、小豆島できちんと自分の商売がしたいなっていうのは思ってたんで、小豆島でその100年間のオリーブ栽培の歴史っていうのがあるんで、何か新しい事業をしていこうやないかという会社の方針があって、まあ、オリーブだったらオリーブオイルにしてお客さんに美味しいって言ってもらえるし、まあ、これはやるべき事業だなっていうので始めたわけです。でまさかでも僕がオリーブ栽培するとは思ってなかったですけどね本当に。どうやったらオリーブ油が絞れるとか知らなかったんで、試行錯誤ですね。まあオリーブを苗の状態から植えて5年間はまあ実ができずに木を大きくするだけでしたね。で5年経ってやっと実ができ始めたなっていう、本当にへこむ毎日でしたねあ、ここ実があります。うちがまだ歴史が浅いっていうのも栽培したのかも分かんないですけども、たまたまうちレモンの栽培にもまあ関わってまして、まあ、レモンとオリーブって2つを一緒にしたものを作りたいなっていうのが頭の中にあって、レモンオリーブオイルが海外にはあるよと、こういった作り方したらできるよっていうことを知った時にもうこれでいこうと。お客さんがずっと可愛がってくれてるレモンオリーブオイルが世界で金賞を取らせてもらって、でお客さんの舌は間違ってなかったよっていうことの証明にもなるんで、嬉しいことですし誇りにも思いますね。オリーブオイルっていうのはこういうバラエティに富んだ味があって、こういう料理に合うんだよっていうことをやっぱりもっともっと皆さんに知ってもらいたいなっていうのはありますね。きちんとしたオリーブオイルを作っていって、小豆島のオリーブオイルが世界基準だよぐらいのところまでやっぱり持っていきたいなっていうのはもうすごく大きな夢ですねまあ自然に感謝しながらですかね、やっぱり一言で言うと。オリーブ栽培してて思うんですけど、彼らはゆっくり成長してきちんと実をつけて、きちんと根を張って生きてるところを見ると、お前もこういう風に生きろよっていう風に教えられてるような気がして、こっちがそのオリーブの成長を見守るのが楽しいように、逆にオリーブも僕の成長を見守ってくれてるのかなっていう気はしますね。これまでオンエアした番組アーカイブはウェブサイトでご覧いただけます。ふくふくふく、世界人はグローバルワークの提供でお送りしました。